はい、コズのおしめ部屋へようこそ。今回はね、とっくにねご紹介も済んでいるフィギュアなんですけれども、それがねプルービーから出てます劇的ディオラマ親子カメハメハ、そちらのね孫悟空とご飯のフィギュアをね、専用のケースをね特注で作ったんで、それをねちょっと入れてみまして、でなおかつちょっとねエフェクトを足してみました。はい、でどんな風に仕上がったかっていうのをねちょっとご覧いただきたいと思います。それがこちら、はい、こちらですね。特注で作ったんで結構ね寸法とか測って、こちらね UV カットのアクリル素材で作っていただきました。はい、いやこれすっごくないですか。なんかねもう見た感じからしてちょっと一工夫されてるの分かりますか？まあエフェクト部分ですよね。はい、まあ奥にねイエローオーラ的なものがありますが、あれはねフィギュアーツ用のエフェクトのやつです。でこちらのね下、はい、下にもオーラがありますよね。はい、これはセットで売られてるものをただ単に置いただけです。でもぴったりじゃないですかこれね、えめっちゃ合うんすよ。でこのねドラゴンボール Z っていうこの名前のところのこのエフェクト、こちらはねプラモデルのエフェクトです。はい、マスターライズだったかなんだったか、はい、それをねただ単に置いただけです。はい、でもこれかっこよくないですか。なんか合ってるよね。こう上から見るとね、まあ、悟空の周りにこうねオーラが集まってご飯がカメハメハを打っている衝撃波の煙がこのエフェクトみたいな感じで捉えていただければなと思います。わかりますかねっていうこと。まあでもねめっちゃこれにしてかっこよさがね増しましたね。結構やっぱねこういいですよねこのねケースがね、ほんとぴったり、まあ奥行きが長いんですよね。うん、で高さがそんななくて横幅もそんなないというほんとぴったりのやつを作りました。でまあ唯一ねこのねエフェクト部分ここですね、わかりますかね、バリが残ってるんですよ。バリをね切り忘れたなこれ。あ、これ切らんとあかんわ。はいはい、でしかもねこの裏後ろを見ていただければわかりますが、この部分ですね、はい、ジャンプショップで、無料でもらえました配布物、はい、そちらのねマグネットシートですね、まさに親子カメハメハセルとね最後の打ち合い、そのシーンを切り取ったやつですね、それを貼り付けてます。まあ、マグネットなんでね、うん、普通に、まあ、磁石なんですけれども、まあ、要はこういう感じでつけてます。はい、これは鏡越しに裏を見てるんですが、後ろにね100均に買ったちょっと強力なマグネット、はい、そちらをつけてます。一応ねこれ単品じゃね磁力は弱いんで、このシート側にも強力磁石をつけて強力磁石同士で裏をくっつけ合わせてるっていう感じですね。はい、それによりこういう場面も収めることができてます。これによって情報量がねかなり増えましたよね。またただ単にねこうこの劇的ディオラマをね普通に飾るんじゃなくて、こうやってケースに入れてねエフェクトをつけて、でなおかつねワンポイントでアクセントをつけることによってこの情報量をね増やすっていうね、まあこれはかなりね自分的には大満足な飾り方かなと思いますね。はい、ということでね、まあ今回はねこのケースに収めたというだけの話ですね。はい、まあ一応ねこのケースを作ったお店ですね、ショップ、そちらのね
ページをね、概要欄、にリンク先貼り付けておきますんでね、もし自分が気に入ったものを飾りたいとかね、特注で作りたいっていう時はね、そちらからご注文してみてはいかがでしょうか。ちなみにね、私のこのサイズ、この親子カメハメハを飾るぐらいのサイズですと、だいたい7000円から8000円ぐらいです。はい。まあ、UV カットとかね、そういうのもね、一応付け加えられるんで、あと台座とかもね、好みで変えられるんで、そこら辺はね、お見積もりいただければなと思います。はい。ということで、今回はね、ちょっと短いですが、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。